我。好好。
Ha!
Thank you.
じゃないよ。オイラもう戦士なんだ。あのでっかい雲を調べるくらい一人でだって余裕だよ。もたもたしてたら村が。お、お、もしかして。
へっよっ。
Thank you.
赤く染まりし月、大地を照らすとき、魔物の魂が肉体を得てよみがえり、再びこの地を席巻する。
Thank you.
来い、我が元へ。
準備できた。
Yeah.
備できたよ。子孫よ、我が子孫よ、目の前にある甲板の扉には5つの鍵がかかっている。そなたの力を使い、すべての鍵を解除すればその扉は開くだろう。我が導きに従うのだ。Thank you.
Yeah!
Thank you.
やリンク、鍵が全部解除できたよ。これで甲板の扉を開けるはずだ。さあ行こう。Thank you.
子孫よ、我が血を継ぐ者チューリよ。その声はさっきからずっとオイラたちに話しかけてきてた人。我はそなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。風を自在に操るそなたの戦いぶり見事であった。さすがは我が子孫リトの誇りだ。あれは村を覆った吹雪の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がそなたの手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石？そう、そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だからまず知ってほしいのだ。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の使命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを我らに渡した。それが秘石。持つ者の力を倍化させる秘宝だ。我もその一人、風の賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が翼をもってして隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、リト族の使命を決定づけた。6人の賢者が一人、時の賢者だ。魔王の封印はいずれ解け復活します。その時、剣士リンクには対抗する力が必要です。どうか力を、風を司るリト族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの宿願。我がリトの一族は魔王復活の時、再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争のすべてと我が一族の使命。そなたらの活躍でリトの村は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫チューリよ、どうかこの秘石を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがオイラの使命？リンク、オイラすっごく嬉しいよ。ご先祖様から大事な使命を託してもらえて、しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。このまま放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ？
そんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。その指輪でオイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。よーし、裏に帰って父ちゃんたちに報告だ。お、お、ああ、
っ